パラディンズチャンピオンズ2022。ベティは入れない。ランクマッチで考えて、あ、ベティ入れていいか。一つ目が、僕が使うときのティアリストやります。僕がこのキャラ使うとき、こんくらいのティアで見て使ってますっていうやつにします。なので僕が使えないキャラは下に来る。これ F って何？ F は何？もう、無価値ってこと？なんか、S がもう最優先です。めっちゃいいですみたいなイメージだよね。F が一ちゃん下だよね。もう単純に F 一ちゃん下でいいんだよね。ボーダーフリー的なあれじゃないよな。とりあえず、100確定なのはアザーン先生ですね。こちらです。まあ、アザーンはもう、多分パッドで見ても、キーファンで見ても、あ、パッドもどうなんだろう。まあでも、アザーンはマジで最強なので、アザーンですね。はい。まあ、前提が、僕が使うなので、僕が苦手なチャンピオンはどうしても下に行きます。ちょっと後で、キーマンランクまで、見るっていう、ニュアンスのティアリストも作りますわ。で、まあ、上の方に上位体に位置するのは、僕はあれだね、キャシーだね、これ。キャシー。まあ、誰が敵にいてもいいわ、って思いながらこれは使ってる。あと、サーティかな。これもマジで気にすることなく使えてる。だいぶ上の方だね、優先順位が。あと、なんだろうな。この辺は空いてたらマジで積極的にピックしていきたいキャラクターって感じかな。で、まあその下あたりに僕タンクがよく入ってくるんだよな。アッシュ、バリク。僕はイナラモかな。イナラモ入れて、ここ。あとなんかいる。あとアトラスかな。僕、アトラスあんまうまく使えないから、こっちの方なんだよな。逆に、バリクエル僕はイナラモが上なんだよな。タンクでもこんくらいか？僕が使ってるタンクってこんくらいだよね。メインで使ってるのは。あと割とサブ目だから、ちょっと先にタンクから行くか。ちょっとキャシーとサーティ入れちゃったけど、タンクから見ていこう。で、次 B がフェルナンドやね。まあ、取ってほしい？うん、ほな使うかみたいな感じでピックしてる。で、その下にカンかな。カンはフィッシュマーケットとかだと僕使いたくなるけどね。ブライトマーシュとかあの辺だと使いたくなるかも。まあ、でブライトマーシュは僕足とかの方が好きだから結果使わないんですけど、カンは。まあ、メインどころはこんなところかな。で、マコはフックが当たらないので D です。当たるとね、B まで行きます、僕。B のフェルナンドより左に来る。なんなら A に入ってくるんじゃないか、ぐらいまで来ます。まあでも、平均するとフックは当たらないものと考えた方がいいので、僕は D です。それとともに、ターミー、ちょっとターミー迷うなぁ。ターミは、ターミも D かな。まあ、よほど熱烈な、これ取ってくれねえか、お願いっていうレベルで、お願いされたら、やるチャンプだね。まあ、そもそもターミが僕苦手なんで、あんまりやりたくないし、って感じかな。まあ、ターミ取るよりも、マコアノが僕は取りたいかも。どっちかって言われたら。やっぱ、フックのワンチャンスがあるから、楽しいよね。で、ラッカスは使わないので F、OG も使わない。けど僕、OG のが使いやすいと思ってるので、OG のが上ですね。オクタビア2人ね。これオクタビアだよね。じゃ、これでタンク終わりかな？いない、残ってないよね、タンク。タンクなし。あ、ヤゴラスいたわ。ヤゴラスは、ヤゴラスここだな。ここだな。いや、ここだな。ここです。僕は OG のが使いやすい。ヤゴラスだわ。やっぱりヤゴラス。あれ、ラームもいるじゃん。ちょ、俺ダメージですみたいな顔してる、この子。ラームは逆にいいだね。このくらいです。これで見逃しないですか？タンクいない？
いる？いない？いないね。よし。じゃあ、もうダメージ乗せちゃってるから、ダメージいきますか。こまっちゃいらっしゃい。ダメージロールいきます。わかりやすいのどこだろうな。まあ自分が、感覚使ってるチャンピオンが上に来るから、シャだね。シャ。あ、リアンが、こうかな。A の後ろの方。で、なんなら、使用頻度的にはこうかもね。リアンだね。で、タイラは B かな。タイラちょっと苦手意識結構出てるわ。でもフェルナンドよりは全然いける。フェルナンドより自信ある。僕が使ってるダメージはメインどころこんなところかな。こっからはあんま使わないチャンピオンが多いよね。多分ダメージャーで。あ、でも今には、今に、マニここかな。マニここ。こっからグッと下がるかも。まあでもビロー、色なところか。あ、ドレッチいるな。ドレッチこの下かな。ドレッチ普通に楽しいしな。やってておもろいのもあって、その辺だね。立ち位置的に。あとは、オクタちゃんは、オクタち、オクタちゃんここの辺にしとこうか。で、ティビアちょっとやってないから正直未知数なんだけど、まあでもこの辺りだろうね。D のこの辺に行きます、僕は。あとは、あとなんかいる。ダメージャー、ダメージャー、ダメージャー。熱さがいいかな、僕の中では。まだ熱さワンチャンあるね。ストリも熱さの下ぐらいかな。かな？あ、でも僕、ストリーム、熱よりそういうのが好きなんだよな。言うて。自分が使う分には。で、じゃあまあ、あとはこの辺に置いとこうか。ダメージロールのチャンピオン。あ、ビクターいるじゃん。ビクは、ここかな。ビビアンは、いや、ビビアンは、まあ一応上に置いとくか。ヒットスキャンだし。僕ヒットスキャンチャンピオンが好きなんだよな。結局。この辺にしとこうかな。ベティ楽しいので、まあランクがまだ来てないし、ここだね、ここだね。いや待て、ここだね。改めました、ここです。ちょっと待って、このストリートキネスタの間がいい。ここです。どっかだ。ダメージは以上。お次、オフランク。オフランクは、ジンが、まあ、さっきも使っていましたように、まあ、ジンここやね。ちょっとこれ持ってるかな？いや、でもこんくらいだな。で、バツは、相手にキレッサが出ていて、他の味方がどうしてもフランク出したくねえ。お前出してくれって土下座してきた時に使うチャンピオンだから、バツは、まあ、ここやね。この辺かな。タミよりは好きだわ。この辺に入ります。で、あと、その他大勢は、まあ、EF あたりに並べていくことになるかな。この子たち。D キャラいる？アンドロ D にしとこうか。アンドロと、タラスをここに持ってきてあげたい。なんならこう。で、バッキーは、バッキーここやね。あ、指輪は知らん。コガちゃん、コガちゃん結構迷いどころだな。まあ、ビキよりは上だな。そういう意味で言うとこうかもな。こう、いや、こうだな、こうだな。レックス、ちょっと待って、レックス僕今年使ってないわ。レックス何？レックスくんは、でも楽しかった印象あんまりないんだよな。
やっぱり弾が当たってないから、いつも。まあ、ドラゴズよりしたよね、僕の中では。ミーブ。モジリンは、正直モジリン楽しいからな。モジリンゴズより好きだわ。スカイちゃん。スカイちゃん。ここだな。あとフランク誰？フランクは、ボラか。あ、ボラもうちょっと上来るね。ボラ。ボラ、ボラここだな。ミーブ僕一番苦手だもん。当たんない、弾が当たんないキャラクターやってても楽しくないから、僕いっちゃん後ろやね。マジでいっちゃん後ろ。文星さんは、セブン君は、そうだなぁ。言ってこの子もヒットスキャンチャンピオンなので、もうここに来ますね。スカイよりちょっとあれかなって感じ。ミーブよりは当てやすいから楽しい感じです。よし、フラまで終わった。あとサポートか。まあ、サポートはわりかしね、多分好きなキャラクターが多いから、割とみんな、こう、このあたりに差し込んでくると思う。BE あたりに差し込んでくると思う。まあ、BE あたりって言ったんだけど、マルタンバーはさすがに堂々のこの辺だね。楽しい。マジで、マルダンバがいなかったら、コーンスプリットのヒールは、絶望してたと思う。ヒール、あーもう、やだ、あーもうセリスで出しとくか。はぁ、みたいな。タクになっちゃうぐらい、ダンバがいなかったら絶望だったね。相性が良くても、あ、そうかも。そうだね。極力使いたくない。てかなんだろう、自信がないね。逆に言うと C 以上はまあ別に悪くないかなって自分でも思ってる。かなっていうのがその境目が CD のあたりですね。で、E 以下はたとえ地面に頭こすりつけてようが僕は使いたくない。あ、ランクマッチではっていう話ですけどね。まあ、このティア表は、僕が使うチャンピオンのティア表なので、まあ僕の要、いわば、得意不得意の表だと思ってもらえればいいんじゃないかな。得意不得意かける楽しさ。僕が楽しいと思う、チャンピオンが上に来るね。そう。まあちょっとこの後、ランクまで見るやつ、ちょっと真面目に、ちょっと考えてみようか。で、グロー・バータローは、バータローはね、バータローこの辺りかな。ジンよりはまだって感じかな。で、コンスプリット、いっちゃんでかかったのがフリアだね。フリアね、超楽しい。フリアタイラより上です。この辺りに楽しさランキング来てます。僕、フランク苦手だもん。フランク素直に苦手だから、フランクが下に来るのは仕方ない話だよね。マジで。で、あと、カーバスもね、結構好きになってきたかも。1、2回しか使ってないけど、なんならグローバーより好きだな。ここかな？このあたりです。で、次使うの誰だろうね。あ、次、ランクマン考えだと、僕、レイ使ったわ。レイ使いました。レイちゃんが、レイちゃんは、まあ、ここだね。使ってって言われたら使おうかなって感じ。まあ、でも、シンプルに楽しいから、積極的にピックしてもいいんだけど、やっぱり、回数少ない分、こなせてない分、自信がないから、ちょっと後ろに来ちゃうね。あ、まあ、BK はだって、あれだから、僕の BK 一発100ダメしか入らないから、マジで誰も倒せないんだよ。オーバーウォッチに行かないと、うちの BK は、活躍できない。オーバーウォッチでもきついかもしれん。まあ、ボブキングもおもろいんだけどね。やっぱり、スティッキーボム、あ、スティッキーボムじゃない。ポピーボムとかでさ、ノックバックでピョンってさせるのも楽しいし、自分が移動するときに使うのも楽しいから、結構 BK も好きではあるんだけど、やっぱ弾当たらんから、後ろめたさがいっぱい残るって、結果、もういっかなってなる。じゃあ、インちゃん。インちゃんは、可愛いから、
D の一番前に行こうかな。正直内心僕はインちゃん使いたいと思ってる、使ってみたいと思ってるんだけど、まあ今よく見る共鳴のインが全然使えないから、まあなるべくピックしないようにしてる、ね、あえて。逆にライフエクスチェンジ、ライフ回復が、ライフ交換かのタレントでヒルしてるインが、インをよく見るときは、よく見る、まだよく見るときは全然インピックしてたかも。こんまっちゃいらっしゃい。そう、僕のね得意不得意チャンピオンティア表です、今は。ほなお次アイオだね。正直アイオは使ってって言われたら全然使ってもいいかなっていうぐらいには、あれな、あれですね、自信あります。全然見せてないけど、まあとはいえ実績がないので罰の下ぐらいかな、この辺りになるかな。次セリス、セリスは気持ち的には使いたくないんだけども、ランクまでは使いたくないんだけど、まあでもさっきの基準で考えると使ってって言われたら使うかってなる分、この辺りになるのかな。まあ奥田よりちょい前かなぐらいだね。ちょっとこの辺の比較よくわかんないけど、ボラとセリスでどう比較するんだって話ではあるけど、気持ちの問題です。お次ジェノースかな。ジェノースはここかな、レイより上な気がする。ジェノースの方が僕こっちの、うん、上な気がするな。やっぱウルトが楽しいよねジェノースは。あと2キャラかな。ちょっとこのなんか海外の絵画みたいなオクタビアがいるけど、これは無視していきたいので、グロークとピップくんか。僕ピップくん苦手だから、誰が何と言おうと僕使わないのでランクまでは。まあとはいえこの辺のキャラクターよりは楽しいなって思いながら遊んでるから、ビビより上かな、なんならバックより上かな、ここの辺かも。オクタビア、オクタビア、お、いるんだよもうオクタビア。どっかに、どこだっけ、オクタ、あ、ここここここにいるんだけど、オクタビアくっちゃんはなんか手書きのオクタビアみたいなやつがいる。でラストグロックくんか。まあグロックくんは別にどっちでもいい出したら出して楽しいんだろうけど、コンスプリット使ってないからちょっと未経験ということもあり、 D の最後に押させていただこうかなと思います。なとっかな。はい、ということで、ちょっと私めが、僕の、そう、自分のあれ出した方がいいな。パラディンズグル。ビキ消せない。めっちゃ消せるんだけど、僕。ランクまで出すなら、を考えた時の、僕の、自分のティア表ですね、これは。で、一応僕の過去の経験値として、ロール別にどんくらいやってるかっていうのを紹介すると、僕フロントラインを2900試合ぐらいやってる。で、サポートが1900試合。フロントラインの方が、まあ、1000ぐらい多いね。で、ダメージが2600試合。で、フランクが1300試合と。まあ、順当に行くなら、フロントライン、ダメージ、サポート、フランクっていう順に、いっぱいプレイしてるかな。まあだから、まあフランクは結構苦手めになって下に来てるのは割かし仕方ないのかなって思います。でもキャシーとかシャリンよりも弾速の遅いチャンピオン使いたくないから、そういう弾速の遅いチャンピオンも下に来がちかな。まあウィローがギリかな。ウィローがギリ。ドレッジはスカットル使わないから、投擲しか使わないんで僕は。基本的にね。使わないから、まあ別に、そこは気にしなくてもいいかなっていうので、ハープン早いし。っていうので、まあちょっと上の方にいるかな。あとは多分みんな結構弾速早めのキャラが多いんじゃないかな。上の方にいるチャンピオンたちは。かなと思います。だよね。